中京 TV スポーツ。津田選手来ていただきました。今日激しいゲームを制しましたが、勝った今の気持ち、まず教えてください。いや、まずとにかく嬉しいの気持ちで、苦しいの気持ちが一つですね。 PK 戦を制しました。ゴールキーパーとしてどんな思いでこの PK 臨んでいたんでしょうか。いや、まあ PK まで行ったら僕の後は仕事なんで止めるだけなんですけど、まあ2本とも自分が触ったわけではないので、そこは反省点ですかね。この PK まで、延長戦までもつれ込みましたが、無失点で勝ちました。この守備の手応えどうですか。いや、まあセンターバックとかディフェンスの子たちが頑張ってくれて、なんとか無失点で終わることができてよかったです。これで総武史上初の決勝です。決勝への思い聞かせてください。いや、まあ決勝で終わらず、全国でも結果残すために今までやってきたんで、チーム一丸となって優勝して終わりたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。そして続いては、勝ちましたキャプテン加藤選手にインタビューしたいと思います。まずは初の決勝へ駒を進めました。今の気持ちいかがですか。そうですね、素直に嬉しいです。今日のゲームというのは、キャプテンとしてどんな思いで臨んでいましたか。そうですね、大戸高校、今までここのところで戦ったことがない中で、まあ、未知なところもありましたけど、やっぱり自分たちが絶対に勝てるっていう強い思いは全員持ってたと思いますし、それが勝ちにつながったかなと思います。去年はこのカードで涙を飲みました。その分で借りを返したと言えるでしょうか。そうですね、去年は自分のミスなので失点して先輩たちに悔しい思いさせてしまったんで、今回の試合っていうのは特に感情入ってましたし、勝ててよかったなと思います。クリーンシート、無失点で勝ち上がってきました。決勝ではどんな試合がしたいですか。そうですね、今日よりもっと攻撃に面白さを持って、守備はもうゼロで次も勝ちたいと思います。最後に全国へあと一つです。思いを聞かせてください。そうですね、大道らしいサッカーを見せて全国行きたいと思います。それでは監督にお話を伺いたいと思います。まずは今日のゲーム制した今の気持ちを教えてください。いや、まあ正直嬉しいです。はい、やっと決勝まで来たなっていうところですね。80分では決着がつかず延長戦、今日の試合どんなゲームだったと振り返られますか。いや、まあやっぱり去年も名古屋に準々決勝でやられてるんで、やっぱり警戒してたのはセットプレーだとか、まあ、そういったところは本当に十分警戒してトレーニングも積んできたんですけど、まあ、苦しいゲームになるってことはそういった部分でもすごくあったんで、まあ、焦らず我慢してこうやっぱり粘り強くやるっていう部分もしっかりうちとしては持ちながら、でももうちょっとゲームをこう自分たちの時間も作ってきたかったんで、やっぱゲームを広げていこうっていう話はしてたんですけど、まあ、なかなかやっぱり後半になってくると、もう相手もまたさらにこうハイラインになってこう前に前にこう来たんで、まあ、そこでやっぱりしんどいゲームにはなったかなと思いますけど、まあ、最後本当に最後まで切らさずよくやってくれたと思います。はい、選手たちは見ていて楽しいサッカーをしたい、そう話していましたが、今日は大道らしさというのは出せていたでしょうか。いや、もう本当どうですかね、まあ、いろいろこう楽しみっていうのもあると思うんですけど、まあ、やってる彼らは、まあ、間違いなく楽しかっただろうと思います。苦しい中でもこうやっぱりうちはこう楽しむことを忘れないようにってことで、まあ、やっぱりこうチーム一丸となって、今年のスローガンにあるように力戦奮闘っていうところを、まあ、毎試合毎試合彼らは示してくれてるなっていうところで、まあ、非常に見てる人たちにとってはハラハラこうヒヤヒヤするようなゲームだったと思うんですけど、まあ、やってる自分たちは自分たちのサッカーを少しでも出そうという努力はしてたと思うんで、まあ、また決勝戦でそういった姿をこう出せるようにもっとまた1週間しっかりやりたいなと思います。決勝という言葉がありました。総武史上初めて、学校史上初めてとなります。最後に選手たちにはどんな風に戦ってほしいか教えてください。いや、もう毎試合毎試合変わらずなんですけど、やっぱ自分たちのやっぱサッカーをこう出していくためにも、やっぱりこうしっかりまた次の1週間過ごして、でまたこの期間の中でも成長できると思ってるんで、まあ、今日の、試合の中でもそうですけど、この次の1週間本当にしっかり成長した姿でまた決勝を迎えたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。